はい、というわけで9月4日目のラジオの収録をこれからするという感じですけども、桜坂46の話題ですね、はい、3期生ライブの東京公演がもうすぐ始まるということですけども、まあ受付開始から早々にソールドアウトということで、まあそれに追加して 大阪公演が決定したということで、そっちについてねちょっとお話しできればいいなというふうに思っております。はいはい、というわけで聞いてみてください。はい、続いて桜坂46の話題ですが、3期生ライブの東京公演がもうすぐあるわけですが、受付開始から早々にソールドアウトということですが、それに追加して大阪公演が決定したということでどうでしょうか。はい、これ結構ね自分もびっくりしたんですけど、東京公演これからなのにもう大阪公演決定したっていう感じで、もう10月の8、9かな、大阪城ホールでやるっていうことなんで、まあ、また3期生だけでねライブっていうところもあって経験値すごい増えてっていいなという感じですけど、うん、これも多分配信ありますよねきっとね、まあ、なので、うん、ちょっと自分もねいろいろ動き回れればいいですけど、これも多分配信で見る感じになりそうなので、まあ、それ見れたらまた話できればなっていう感じですかね。これあれですね、オープニングで台風による影響でイベント飛んだのないって言いましたけど、桜坂あれだったんですよね、うん、あの見繰りかなんか、あ、そうだね、うん、ありましたね、うん、それで、うん、影響してなくなっちゃったんですよね。うん、だから割と本当はそこで発表だったのかなとかって思ったんですけど、その大阪、あ、確かにそうかもね、うん、その日だったじゃないですか、うん、ただまあ端的にはね、まあ速乾みたいな感じですもんね、前、うん、この3期生ライブもこれ遠征してガンガンみんな行くでしょうね。でしょうね、うん、ちょっと配信楽しみですね。うん、